国道422号起点滋賀県大津市松原国道口交差点国道422号は滋賀県大津市から三重県北室郡北町に至る一般国道である。瀬田川沿いを通過滋賀県大津市ホタル谷滋賀県の県庁所在地である大津市の国道1号分岐から瀬田川に沿って南下して滋賀らき山地を通過し、 三重県の上野盆地や紀伊山地北東部の山中を越えて熊野灘に面する北室郡北町の国道42号交点と結ぶ延長約1 7 9キロメートルの一般国道の路線で主な通過地は滋賀県甲賀市賀楽町、三重県伊賀市、津島杉町、松阪市伊高町、滝群大台町である。三重県内に通行不能区間が2カ所ある。 他の一般国道路線と徴用する区間が複数あり、伊賀名張り館が国道165号、名張り津間が国道368号、松阪市で国道166号と徴用するほか、滋賀県高架市内で国道307号とも徴用する。伊賀市内で高規格幹線道路である、名阪国道と上野東インターチェンジで交差接続する。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道25号との重複30件伊賀市、上野西大手町滋賀県甲賀市、柏楽町新山、交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、交差点名で表示。ありがとうございます。